シング、ネクストステージ本音批評世界最高峰のカラオケ大会映画オフェンス映画というよりはディフェンス映画だったなという印象ですねゴールが明確なんですよねなので最後は綺麗にまとまった今日もみんなでシネマティークどうも映画コメンテーターリ有ナコンです今回も動画をご覧いただきありがとうございますさあ今回のテーマはこちらです シングネクストステージ本音批評良かった点悪かった点を語るでございますはい、えーまあ、このねミニオンズのイルミネーションエンターテイメントが手掛けたですね誰もが知る名曲ヒットソングを満載して描いたというミュージカルコメディアニメシングの続編となっておりますね、えー、まずストーリーからちょっと解説していきたいんですけども えー、コアラのですね、バスタームーンが再建に成功したニュームーンシアター。これがだから前回までのお話でしたよね。そこを再建するためにオーディションやって、いろんなゴリラとか豚さんとか来て成功させていくということで、まあその続きなので、連日満員満席という活気に溢れていたんですね。ところが、このバスターはですね、まあ世界的なエンターテインメントの中心地であるレッドショアシティというクリスタルタワーシアターで、 まあ、いわゆるハリウッドとかラスベガスの中でショーをやりたいという、まあ、思いがあって、えー、上京したいというのがあったんですね。で、ただですね、そのクリスタルエンターテインメントの冷酷なですね、経営者のジミーというライオンがいるんですけど、のオーディションに合格しなければならないということで、どうすればじゃあジミーの気を引くことができるかっていった時に、バスターと仲間たちは伝説のですね、ロック歌手。で、今は隠居生活を送っている クレイ・キャロウェイという、えー、アーティストがいるんですけども、その隠居してしまったアーティストを、また表舞台に戻して、ショーをやったらどうだという提案を思いつくんだけれども、というお話です。え、キャストがですね、マシュー・マコノヒー、スカーレット・ヨハンソン、タロン・エガート、リーズ・ウィサー・スプーン、まさに豪華ですよね。全員もう、このスター級、主演張れる人たちが集まってると。 で、えー、しかもね、伝説のロック歌手、先ほど言いましたね、えぇ、ー、隠居生活しているのが、なんとクレイ役、U2 のボノさんが、初声優やってるんですよね。で、この日本語吹き替え版もやっぱめちゃくちゃ豪華で、バスター役の内村てれさん、坂本真やさん、そしてトレンディエンテルの斎藤さん、ミーシャさん、長澤まさみさん、大橋拓也さん、大地真音さん、田中ま弓みさんと、ここはもう前作と同じ続投となっています。そして、 気になるのはこの U2 のボノさんがやったクレイ役。なんとビーズの稲葉さんが声優初挑戦なんですよ。ここはなかなか胸厚ですよね。まさに魂がウルトラソウル。ということでですね。まあこのネクストステージを目指す主人公たちの笑いと感動の物語が今幕を上げるということで。まああの、強いて言うならばやっぱり前作を見ておいた方が楽しめます。 あの、どんなキャラクターだったかちなみにね、これ前作はですね、ヒット曲が次から次へと目白押しということで、まあ非常にね、あの話題となりました。さあ、ここから良かった点と悪かった点を発表してまいります。えー、まず一つ目。まあ私アリコンの良かった点としてはですね、やっぱりね、豪華すぎるハリウッドスター、日本で言うと芸能人の世界最高峰のカラオケ大会映画っていう。褒めてるんですよ、これ。<laughs> ね。はい。 あの、もうね、音楽映画としてはですね、とても秀逸でしたね。選曲のセンス。それから、俳優さんたちが歌う。まさにカラオケ大会ですね。豪華な。だから、そういうのの意外性もありますし。それから、ボノと稲葉さんが、逆に言うと歌、歌い手の人が演技をするとどうなるのかっていう、ここの意外性。だから、大物アーティストも逆に芝居をさせるというのも、新しかったな。これはね、発想が素晴らしいと思いました。 だからあの、ま、これイルミネーションというね、ミニオンズの会社なんで、いわゆるディズニー・ピクサーの包囲網として、今回は一点突破型、ランチェスター戦略としては、音楽に特化させているのが良かったなと思いました。だからあの、ま、実写映画で言うと、例えばマンマ・ミーアとか、あれはアバでしたね、グレイテスト・ショーマンとハイスクール・ミュージカルのように、その、ストーリーで見せていくというよりは、音楽がベースにあって、ストーリーは後付けっていうね、 本当に特化してましたね。はい。もう次から次へとこ、このアーティストどうぞ、このアーティストとこのアーティスト。で、最後も歌のショーがあるんですけども、もうまるでラスベガスでショーを見てるかのような。しかもそれが動物に置き換わっているというところですね。それから2番目のポイント。え吹き替え映画の醍醐味。やっぱね、日本チームの意気込みすごかったですね。はい。先ほど言った声優さんたちもいました。それからあと、その、やっぱクレイ役でですね、ビーズの稲葉さんが、まあ、軽くネタバレになりますけども、ラスト、曲を、 まあ、復帰して歌うシーンがあるんですけども、ここはね、やっぱりね、あ、なんかビーズの新曲ってこんな感じかな、みたいな。しかもそれ、ボノさんが歌ってるのの日本語版なんで、なんか、ボノバージョンも聴いてみたいし、稲葉さんバージョンも聴いてみたいって、一度で二度楽しめる映画も感じましたね。あとはね、その曲の選曲が新旧を織り混ぜてるんですよ。なので、古い曲は、 80s とか 90s はお父さんお母さん方知ってるし、若い曲は子供たちが知ってるっていう意味では、なんか世代を通じて多くの人が楽しめる作りは良かったなと思ってます。ただ、ここから私アリコンのですね、悪かった点を一個本音で言いたいと思うんですけども、この映画ね、一言で言うと、オフェンス映画というよりは、ディフェンス映画だったなという印象ですね。あの、やや全時代的、 かなと、うん。ちょっとね、差別的な表現っていうのも、今の時代からすると、ちょっと気になりました。で、ディズニー法移毛、だからディズニーとは一緒のことをやらないっていうふうな意味なのかなと思ったんですけども、ポリコレとかね、その LGBT の問題だったり、いわゆるそのマイノリティ問題っていうのが、今、アカデミー賞でもアニメの世界でも、ほぼ全部で入ってるんですよね。それがね、全くもって反映されていない。 ディズニーで言うと、ズートピアっていう作品があって、まあ僕大好きなんですけども、やっぱりシングとズートピアって結構僕比べてしまったんですね。で、その時に、その動物ごとの特性とか、その、このキャラクターは、例えばザ・ゾウさんは太っているからどうとか、えー、例えばリスはちっちゃいからどうとかっていう、その身体的な特徴とか、えそ、ー、を、ディズニーの場合は、 それ、うさぎとか、狼っていうのにうまく置き換えていたと思うんですよ。ところがね、僕はね、全くそういった工夫というのは、今作に関してはあまり感じられなかったかなと。うん、なんかこう、表層的な感じ。つまり、そのゴリラとか豚とかがキレキレのダンスしたら面白いじゃんっていうレベルの話なんですよね。うん、だから、なんか、確かにシングル一発目の時は、うん、それで良かったのかなと思ったんですけど、やっぱ2回も3回も、 果たしてこれで通じるのかなっていうのはちょっと思いました。とはいえ、あの、ディズニーはディズニーで結局、まあ一方でね、あまりにもポリコレとか LGBT をやりすぎちゃうと、そこになんか無理くりすぎない、もっと普通のフラットでいようよっていう動きも正直運動としてはあるんですよ。なので、まあ非常にこう各社、いろんな あの、リサーチチームとかが考えて、で、作家さんが考えた一応台本なんですけども、あのー、なんか非常にね、各社今混沌としたそういった時代の過渡期にあるのかなという感じがいたしました。まとめです。もうね、とにかくこれね、ゴールが明確なんですよね。なので最後は綺麗にまとまった。まあテーマはね、ワンもツーも一緒で、歌の力で自分の殻を破るっていうところがテーマです。 なので、これあのー、主たるストーリーラインはですね、とにかく歌のコンテストですよね。で、もう単純です。コンテストで1位を取るとか、コンテストを成功させるっていうのが目的なんで、まあ、いろんなところに脇道にそれたり物語はするんだけども、最終的にはそこに戻ってくるから、まあ子供も大人も見やすいというのがあります。それから思考が迷子にならず、まあ非常に見ていて分かりやすいストーリー、えー、楽しいエンターテイメントで、ね、必要不可欠がこのものですよと。 それから、それぞれの問題を抱えていた主人公たちが、自らの力や協力によって、問題をクリアしていく。最後は大乱円を迎える。ということで、今回は、シング・ネクストステージご紹介しました。まあ、良かった点、悪かった点、皆さんはどう感じましたかぜひコメント欄にてお待ちしております。今回の動画面白かったという方は、チャンネル高評価、チャンネル登録お願いします。毎週日曜夜9時からは、生配信もやってますのでね、僕と一緒に映画を語りましょう。 それでは次回もみんなで「シネマティック」。